君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。鬼殺隊も建物も柱が支えて成り立っています。一方で体育館など柱がない建物もあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は空間構造の建造物のお話、義歌大建築都市システム学系教授中澤昌司先生に聞きます。僕らあまり親しみがない言葉なんですが、空間構造っていうとどういうものなんですか？空間構造っていうのは柱がなくてですね、大きな空間を覆うような建物になります。普通建物っていうと柱が立ってますよね、はい、そうですね。普通だと皆さんの住宅なんか見てもらうと、5メートルに1本ずつぐらい柱が立ってて、柱と柱の間は梁で、囲われてて、であとは天井がついてるっていう構造がほとんどだと思いますが、住宅もそうですしオフィスなんかも ね、はい、大概柱がありますけれども柱がない。はい、例えば体育館だとかスポーツアリーナなんか見てもらうと、例えば学校体育館っていうのは、20メートルかける25メートルぐらいの空間で、あれ真ん中に柱がないですよね。柱があるとなかなか運動できないので。確かに体育館で真ん中に柱が立ってる建物って昔から見たことないですね。なかなか邪魔なので、そういうところは柱がないですよね。ない建物がいいですよね。もちろんいいですけれどもじゃあ僕らの住宅も柱なくてもいいような気がしますが、そういうわけにはいかないわけです。なかなかそれが難しくて、柱があることによって、床の力をですね支えているので、なかなか柱なしで大きな空間を支えるっていうのは結構難しいんですよね、柱がどうですかね、5メートルピッチぐらいで大体こうあるんですけど、そこの間を柱で支えるわけですけどね、でも体育館には柱ないんですよね。ないですね普通に考えたら潰れそうですけれども、はい、空間構造っていうのは柱がないああいう建物っていうのは存在するわけなんですね、はいはい、だから少なくとも小中学校だったら25メートルかける25メートルぐらいの空間をですね、柱なしで支える建物、屋根ですけどね、そういうのが必要ですし、例えばプロ野球好きな人は、例えば名古屋ドームだとか東京ドームなんか見てもらうと、あれだいたい200メートル規模のドームなんですけど、あれも柱ないですよね。そうですね、体育館どころじゃない、すごく広い空間を柱なしで支えているわけですね。そうですね、たまに屋根にねボールが当たったりとかしますけど屋根ない場合もありますけどね、あるとその雨とかあっても試合ができるのでいいですよね。だから別にそんな夢の建物っていうわけじゃなくて昔からあるわけですね。はい、そうですね、ドームとかアーチっていうのは意外と歴史が古くて、ドームでいうとパンテオっていうのがローマ時代ですね、紀元前ちょうど0年ぐらいですかね、そういうのがあって、スパンが大体です、スパンっていうのは幅のことなんですけど、42.5メートルで、厚さがですね 1.5 メートルぐらいあります。礎石像っていうので、ね、石で積んで作ってあるものがありますね。ローマの時代からドームはあったわけなんですね、はいはい、そうですね。ただ石で作って、石で、厚さが 1.5 メートルだったっていう、はい、でも40何メートル 42.5 だと思うんですけど、それぐらい40メートルぐらいある、ドームをすでにその頃から
できてたということですね。雨が降ってもスポーツできたんでしょうね。まあそこだからスポーツするわけではないですけどパンテオンから始まって、はい、だんだんこう進化してくるわけですか。そうですね、その後は中世のですね教会だとか、うん、そういうところで実はドームではなくて、アーチというのが表に出てくるわけですね。アーチ、はい、橋ですか。橋ですね、うん、でアーチがいくつかこう重なって、ボルトとか、ボルトっていうのは、アーチがいくつか重なって、うん、ドームのようなものを作ってると。下からですね見上げると全く真っ平ら、ドームっていうのと、もう一つはそのリブっていうんですかね、こういうアーチ状のものが表に出てる構造があるかと思うんですけど、はい、そういうのは次に進化を実はしています。アーチを使った空間構造ですね、うん、はい、そうですね、はい。まあ、その後はずっと少し時間が遡ってですね、うん、第一次世界大戦ぐらいになってくると、うん、今度はコンクリートで、大きな空間を作ろうという動きが出てきて、うん、スペインなんかで、アルフェシラスっていうところでマーケットが鉄筋コンクリートで出てきますが、それがちょうど72メートルぐらいで、これはだいぶ規模が大きいですけど、そんなのが出てきます。ちょっと大きくなりましたね、はい、鉄筋コンクリートでドームを作っているわけです、はい、そうですね、まあ、これ鉄筋コンクリートっていうのは圧縮に強いということで、まあ、礎石像もですね圧縮に強いっていう性質があるので、ある意味似たようなものかもしれませんね、はい、スペインのアルヘシラスマーケット、はい、うん、マーケットなんですね、はい、これが20世紀ぐらいの建物ってことですね。はい、その後はですね鉄の時代になってきまして、うん、鉄骨の空間構造っていうのが出てきます。鉄骨、はい、うん、いよいよそうですね。鉄骨って有名なのは、例えばパリ博とかでクリスタルパレスだとか、あとはエッフェル塔もそうですけど、鉄ですよね、うん、ああいうものができてきて、まあ、それは空間構造じゃないですけど、その後まあ、日本でいうとドームのようなものが鉄骨でできるようになりました。鉄骨で建物を作る技術っていうのが進むわけなんですね、はい、そうですね。でその時に比較的細長い、細い部材を使って組み合わせてですね、曲面構造でできるだけ効率よく大きなスパンを飛ばそうということで、うん、鉄骨のラチシェルっていうのが、その頃から出てきています。鉄骨ラチスシェル、はい、下噛みそうな名前ですね。そうですね、なかなかこの鉄骨ラチシェルってちょっと分解してみると、うん、鉄骨っていうのはまあ鉄ですよね。鉄骨ですよね、はい、うん、鉄骨骨組みで作ってて、ラチスっていうのは格子状のっていうような意味なんですけど、格子、ま、はい、うん、ただ、建築の場合には四角形ってちょっと弱いので、それを三角形にして網目状に組んでるというような構造になります。だから細長い部材で、網目状に組んだ構造です。普通格子状っていうと四角く、あ、四角ですね、やってきますけれども、はいはい、斜めにも入る、斜めにも入ってる、ね、斜めに入るとちょっと強いんですよね。はい、それで最後のシェルということなんですけど、うん、シェルっていうのは皆さん海の方に行くと貝殻ありますよね。貝殻ですよね、はい、うん、ああいう殻みたいなものも含めて、タバコの殻でもいいですけど、うん、ああいうものって非常に薄くても強度が高くて、うん、効率的に荷重を伝達するっていう性質がありますので、うん、鉄骨ラシェルっていうのはその格子状にあった細長い部材をまあ、曲面構造で作ってると、鉄骨で、そういう意味があるんですけど、卵の殻にしても貝殻にしても、はい、こう緩やかに曲面を作っているから強いんですよね。そうですそうです。あれを鉄骨で作るっていう、そういうことですね。鉄骨を格子状に組んで作ってやるっていうのが、はいはい、鉄骨ラチスシェル、はい、そうです。まあ、体育館とか工場なんか別に特に鉄骨ではあるけどラチシェルじゃないものも結構多いですけどね、うんうん、そうは言っても、日本でいうと200メートルクラスの、大きな野球場とかは必ずドームだとか、うん、曲面構造になってると思うんですよね。あ、名古屋ドームとかでもそうですよね、はい、ね、あれはじゃあ鉄骨ラチスシェルなんですか。まあ、それでいいと思いますけど、だいたいそうですね、全国の野球場を見てみるとシェルの形は、はい、そうですね、東京ドームに始まってありますもんね、はい、
その中でもちょっと変わってるのが東京ドームなんですよね。おほとんど一番最初にできたぐらいですよね、はいはいはい、東京ドーム。であの東京ドームは、鉄骨ではなくて膜構造っていう、膜構造、はい、空気膜構造っていうふうに言われてて、うん、あれあの風船と一緒なんですよね。鉄骨ラチスは組んでないんですよ、はい、はいはいはい、そうなんです。風船なんですか。まあ、風船と思ってもらえばいいんですけど、あれは、中からですねエアーをこう空気をですね入れて膨らましてるんですね、うん、常にだからあの空調を効かせて、うん、中に圧力をですねこう増やしながら膨らましているっていう感じです、うん、常になんです、ね、常にです。あじゃあそれをやめちゃったらシューで、はい、しぼんでいきますよね、まあ、ただ完全にしぼんだとしても一人はですね全体に崩壊するってことはなくて、うん、危険ではないんですけど、ああ、なんとか形は保ってくれるけれども、はいはいね、あんなに膨らんではいないわけなんですね、はいはいはい、だから常に、空気をですね送ってるっていう感じですね。だから球場に入った時に、うん、中からですね風がふわっとこう外に出ると思うんですが、 あれが内圧がかかってる状態ですね。そうですよ、もう風船と違って全く閉じるっていうことはできないので、はい、漏れてはいるわけですからそうですねそれは結構なんかお金かかりそうです、まあ、かかりそうですよね。だからねはあ、あれはちょっとじゃあ特殊なタイプ。そうですね、もう日本でももうないですよね、ああいうタイプ。東京ドームぐらいしか、はい、ないと思います。最初の方に作られたのにあんまりじゃあ、うん、もっといい方法があったってことなんですか。まあそうなんでしょうねそれが鉄骨ラチスシェル、はいはいはい、鉄骨ラチスシェルの場合は結構いろんなドームで採用されてる。そうですね、割と普通によく使ってると思うんですけど、鉄骨ラチスシェルという言葉を、ね、教えていただきましたけれども、はい、これが中澤先生たちが研究の対象としている。あ、そうです。もう立派なドームができてますけれども、研究の余地っていうのはまだあるわけですか。そうですね、まあだいぶ実用化されてはいるんですけど、うん、やっぱり日本だと地震が起きた時にどれぐらい耐えれるのかなとか、うん、壊れちゃわないのかなっていうのは常にありますので。あ、耐震ですか。はい、そうですね、うん、まあ、そういうところで技術開発っていうのは常に進んでると思うんです、うんうん、で、まあ2000年以降ですね、地震があって何が進んだかっていうと免震と制震の技術だと思うんですけど、例えばドームの中にですね、制震部材を入れてみたりだとか、うん、まあ、ドームと下部構造って下の構造と屋根構造分かれてるので、うん、そこの間にですね免震層を入れたりだとか、そういう工夫っていうのはされてますね。あードームもそのシェルの部分っていうのは、まあ、屋根、はいはいはい、の部分で、下の方の部分はまた別の構造になってたりするわけなんですね。そこの間にいろいろな仕掛けをですね組み込んでみたりっていうのはかなり多いですね。あ、逆に今大きな構造でそういうことをしてないっていうのが逆に少ないかもしれないですね。でもシェルですよ、はい、なんかイメージ的には潰れないっていうイメージがあるんですが、そうでもないんで。これがですねなかなか難しいところで、うん、基本的にはですね非常に硬くて強い構造ではあるんですけど、うん、そのためにですね部材がですね細くても大丈夫っていう風に設計されちゃうんですね。普通に設計その鉄骨が細いので、はいはいはい、その方がだってお金も安いし軽いですよね。そうですね、そうなんですけど、そうすると今度逆にですね座屈っていう現象が出てきてしまうんですね。座屈、はい、どういう字書くんですか。で座はね座席の座、座る、はいはいはい、靴は屈するとかの靴ですね。ああ前屈運動の靴みたいな、はいはいはい、そうです。座屈、はい、どういう現象。ですね、これは細長い、部材ですね、圧縮力がかかると、うん、ある荷重を超えるとですね急激にこうはらみ出す、曲がっちゃうっていう現象なんですけどね。ああ、まあ、例えばそうですね、定規のようなものを定規、はい、うん、見てもらって、あれをですね圧縮っていうかしてみて、左右から潰してやるわけです、はい、そうすると、ある力をかけるとくるっとこう
クユンってなりますね。あれがあれ座屈っていうんですか。はいはい、そうです、そうです。今だとね、ああいう座屈を使ってボロを収納するだとか、うん、そういうのに使ってる例もあるんですけど、逆に利用、はいはいはい、座屈を利用して便利だよっていうこともあるんですね。だから日焼けとか、あの日傘みたいなやつでこれをくるっと曲がる、ありますね、ありますよね、あれもそうなんです、うん、あの座屈現象、デジリー座屈、あのよく車の窓のシェードとかで畳むときに、あのパーンと張ってるんだけど、ニューッと押さえてやるとくるくるんってちっちゃくなるっていう、あれ座屈を便利に利用してるんですか。はい、利用してるんですけど、それがドームの屋根で起きたら大変なことになる。はい、そうですね。で、細長い部材なので、うん、あるところが一本座屈すると連鎖的にですね、ガガガガッとこう壊れて全体崩壊を起こしちゃう可能性があるんですね。だからそういうのを防ぐために、まあ、あのそういうことが起きないような、あの最低限の部材の断面でどれぐらいかなとか、そういうのを考えながらとか、あとは普通 の、 あの設計する方が、まあ、あの安全に設計できるような設計式、そういうものをあの考えているということですね。先生たちもそのところを研究していらっしゃるみたいな。あ、そうです、そうです。わけです。今なんかこういう方法が主流だねっていうのは何かあるんですか。そうですね、あの、まあ、あの今だと設計をするっていう時に、あの FEM って言って湯気要素法っていう方法を使って、うん、数値解析っていうのを使うことが多いんですけどね、それでせあの計算をするってことが多いですね。だからシミュレーションみたいな、はいはいはい、うん、だからまあそういうシミュレーションソフトの開発だとか、まあ、実験で確かめることもできないので、あ、実際にドームを鉄骨らしいシェルで作って、はい、で地震が来るのを待つっていう、はい、なかなかあの気の長い話なので、うんうん、それは難しいので、やっぱりあのコンピューターの中で、うん、そういうのをシミュレーションして、分析したりだとか、うん、検証するってことが多いですよね。それをね、あの先生のノートパソコンの画面で見せてもらってるんですけれども、あの綺麗にこうフレームでね、その鉄骨ラチスが構成されているのを見えるんですが、はいはい、これをね、あのシミュレーションで揺らしてやると、最初はなんかゆら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 と揺れてるんですが、ある時から真ん中あたりからペシャーンとへこんでいくんですよね。はいはいはい、ああいうことを起こさないように設計しないとダメってことなんですけどね。うん、皆さん、あのこういう鉄骨ラチスのドームシェルがどういうふうにこう崩れていくのかっていうのを、はいはい、もちろん見たことないと思うのでわからないと思うんですけれども、本当にそれまで形を保っていたのに、はい、一旦どっかでペコンとへこむとペシャペシャペシャって潰れていっちゃうんですね。うん、そうですね。これのためにいろんな工夫を生かしているわけなんですね。はい、あ、そうです、ここをこうしたらこうなるんじゃないか、ここをこうしたらこうなるんじゃないかっていうのを数値的に見てるわけですね。はい、例えばどんな方法で耐震を性能を上げられるんですか。あ、まあ、一つはあの、まあ、部材を、太くするなっていうのは普通の方法ですけど、あ、まあ、それ以外にもあの先ほど言ったあの免震だとか静止っていう技術を入れる使うってことだと思うんですけどね。あのビルの下にあるみたいな、そうです、そうです、あの吸収してやるところですね。名刺を入れるとですね、まあ、屋根構造へ入力する地震っていうのはだいぶ減りますので、うんうん、まあ、あのだいぶ設計は楽になりますよね。うんうん、それから想定外の地震ってありますけど、うん、その時にあの免震層があるともうある値以上の入力にはならないということで、うん、まあ、少し安心できるかなとは思うんですけどね。結局座屈っていうのはあの一定のパワーを超えるまでは耐えてくれる。はい、そうですね。でそれを超えた時にペシャッといっちゃうので、はいはいはい、その、 あのラインを超えない、 そ、 はい、そこに行かないようにあの設計するってこと。お、じゃあこれからのドームはそうやって作っていく。はい、そういうなると思いますけどね、っていう話なんですね。はい、まあ、そういう広い空間を持っている建物っていうのはそういったところをしっかり考えて作られないといけないわけですね。あの特にあの小中学校の体育館ってあの震災時にですね、あの震災後からあの避難施設になる可能性もかなり高いですよね。
そうですよね、避難所って大概体育館とかですからそうすると避難所に使おうと思ってる時に体育館壊れてたら話にならないので、屋根潰れてたら困りますもんね、はい、やっぱりそういう需要もあるので、うん、やっぱりちょっとあの耐震性は高いものにしないとまずいと思いますけど ね避難所になって避難しているところで、はい、いわゆる余震っていうのがあった時に不安だっていう皆さんも多いですけれども、大丈夫ここは、はい、中澤先生の研究で建ててるからそうだっていいと思うんですけどいいですもんね。あ、なるほど、耐震構造の建物っていろいろありますけれども、特に避難所となる可能性があるからこそこの空間構造の建物っていうのは、はい、特に耐震性能を期待されているわけなんですね。そうですね、はい、空間構造、そして鉄骨ラチスシェルなんていう新しい言葉をね、いろいろ先生に伺いましたけれども、そういう研究が進んでいるというお話、はい、建築都市システム学系中澤先生に伺いました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、恒例今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくお生きがいがあります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました中澤先生の業界用語は鉄骨ラチスシェル。鉄骨ラチスシェルは細長い鋼製の部材で構成された薄い曲面構造です。薄くて軽くて強い構造形式です。しかし細長い部材で圧縮力が作用しているので、座屈や地震に対して注意深く設計する必要があります。技科大の学長先生といえば、日本の著名で名士でインフルエンサーな科学者をお迎えしてっておなじみのパターンがありますが、今の学長は違う。新年1月7日の天白の城は恒例学長に聞く技科大行く年来る年、技科大で40年、つまり豊橋人になって40年で、今学長寺島和彦先生を学長室に訪ねます。お楽しみに。